こんにちは、クアラです。車で今日ハッとしたことがあったので、ちょっと動画にしてみました。これ避けなかったら危なかったですよね。自転車のマナーとかもちょっと気をつけたいです。あと運転する人も気をつけましょうね。それでは。